久し渡し寺は、青森県弘前市坂本に所在する、新聞州地山派人院。三号は、五国山。陰号は、観音院。等級は十五等。津軽十三観音令状第一番札所で、最小院や百沢寺、橋雲寺、国城寺と共に、津軽新聞御山の一つでもある。本尊は、縁人の作とされる聖観音。元の最小院末寺である。 また、大雪良公や丸山王巨作と伝わる、公実の幽霊が、半言公の図でも著名。大日本人相欄によると、久し渡し寺の前身は、南津軽郡大和に村の跡ら三千坊の一つで、ある、幸福寺で、窓か里氏法員により、小沢村に移され、正沢山観音院、救い旅路と改称される。後に、津軽藩主、津軽ための部により、三五王、 五国山に解消されたとする。日本知名歴史体系では、海山、海気不詳としながらも、新鮮道の区国市や、広志藩、名人一等市では海山を、窓かさとし、中高を寛会と記しているとする。聖徳元年の自社料文言帳によれば、小沢村で回帰されたとある。現名五年、二代目、藩主、津軽信平より、救いたびじべっの延地棒に、 国印事業当てが上が与えられて、小沢村と湯口村の二村に、事業20国が与えられる。官営11年に三代目、藩主津軽審議より久し渡し寺宛に、小沢村と湯口村に村に改めて100国級する、国印事業当てが上が与えられ、官営21年に、藩主審議より、官論院宛てで50国家族の国印事業家族像が発給される。 明治30年頃より大雪良港が始まったとされる。境内には熊野社と白山堂がある。戦術の通り丸山王居作と伝わる幽霊が半言港の図がある。公開すると雨が降るので雨乞いに貢献があると伝承されている。2021年、広崎市文化財審議委員の調査で、 丸山王居の新筆であること、絵のモデルが、広崎藩画廊森岡修善玄徳がなくした目かけ、国である、可能性が高いことが判明した。青森県をはじめ東北地方では、蚕の神、農業の神、馬の神として、おしら様という存在が信仰されている。久し渡し寺では、毎年5月15日と16日の両日に、おしら公と呼ばれる。 参拝行事が行われる。各家庭や村で祀られている桑の木で作られた男女一体のお白様像を各自持参し、本堂で御朱印を押してもらう。これを意を上げるといい。毎年お参りするとお白様の位が上がるという伝承もある。お白様にきらびやかな衣装を着せて祭壇に飾った後、ごまに飾した大ぬさでお白様と参拝者をお払いする。 昭和30年代頃までは、この五巻島が住むと、境内にいる板子が、津軽33観音の御英家と、おしらざい門の独書をした。1999年、久し渡し寺のおしら公の収束の名称で、記録作成等の措置を講ずべき無形の民族、文化財に指定された。ありがとうございます。